はい、ワーケーションスタイル茨城です。今日はですね、この先日塗装した和光エコシールド、このですね、断熱効果の確認をしたいと思います。じゃあまずですね、外装の方から確認したいと思います。これですね、温度測るまでもなくすぐ分かるのが、もう触ってみるとですね、一目瞭然なんですけど、この断熱塗装を塗ったところはですね、直射日光を受けてでも余裕で触ることができます。で、逆に無塗装のですね、これバントラはアルミ複合パネル使ってるんですけども、まあ今かろうじて触れるっていう感じですね。このまましばらく置いておけといたら多分やけどしちゃう感じですね。じゃあ温度の方を測ってみたいと思います。まず何も塗ってないところですね、ここ測ってみましょう。そして今朝、9時前なんですけども、50度ありますね。でこれに対して塗装したところはですね、もう10度ぐらい違いますね、40度。まあ、大体均一に温度は変わらない感じですね。もちろん外装の方もですね、日陰の部分とか日が当たってなければそこまで上がらないんですけども、まあ、日がどうしても直接するところですね、そこは、やはり上がってしまいます。じゃあ今度はですね、屋根、断熱塗装はですね、やはり屋根に塗るのが一番効くようなんですけれども、屋根の温度を測ってみたいと思います。屋根ですね、大きな 200W のソーラーパネルついてます。でこの下は濡れてませんので、このソーラーパネルの表面温度と、屋根のですね、断熱塗装和光エコシールドを塗ったところを比較してみたいと思います。57度、約58度ですかね。それに対して39度、まあ40度ですね。もうこの時点でですね、18度ぐらいですかね、差が出てますね。はい、やはり屋根の効果は大きいようです。今度はですね、室内側を測ってみたいと思います。内装ですね、内装の話に移る前にちょっと、室内の温度そのものはどうなのかというところで、ちょっと開けちゃってるんですけども、レポートしたいと思います。今ですね、8時45分、9時前で、約38度というところで、まあ、熱が側面からですね、どうしても来ちゃってるのか、外気温よりもちょっと高い感じですかね。ただですね、実際明確に違うのはですね、遮断熱塗装を塗る前、で比較してですね、かなり上から降り注いでくるこう熱みたいなものがですね、ほぼなくなってます。前はですね、ドア開けるとこうむわっとした空気とともにですね、まあ、頭とか突っ込んでちょっと作業したりとかしてると、まあ、天井から熱が降り注いでくる感じだったんですけども、まあ、それがなくなってる感じですね。はい、じゃあこれ断熱塗装する前どうだったかっていうと、まあ、今の熱が降り注いでくる感覚プラスですね、この時間帯でも大体もう43度とか4度とかですね、まあ、その日によって違うんですけども、今昨日と今日というところで、昨日の方が気温は低めだったんですけども、6度ぐらいですね、低い感じですね。ちょっとデータが撮ってなくてあれなんですけども、写真とかでですね、そんな感じです。なので、まあ、この後内装レポート詳しくしていくんですけども、おそらくですね、まあ、バントラという製品は軽量が売りでですね、まあ、断熱材使ってないんですけれども、まあ、断熱ってどうなのっていうご質問をよくいただきます。でそれに対してはですね、
こういった断熱塗料をご希望される方はですね、外装、まあ、特に屋根とですね、まあ、側面、そして、まあ、言った内装まで塗ることでですね、きっと効果が出るんではないかなと思います。内装はまだ塗ってないのでですね、まあ、改めて塗った後は、動画をアップしたいなと思ってます。ではこの後はですね、詳しく内装の方をですね、温度測定しながら見ていきたいと思います。はい、じゃあ今度はですね、室内側からですね、温度を測定してみたいと思います。まあ、アルミ複合パネルでですね、今外側には、遮断熱塗装が、塗ってあります。ただしソーラーパネルの方は塗ってないという状態ですので、正面から見てですね、上のこの右側とですね、左側の方で温度測ってみて、まあ、どれくらい違うかと、内側の温度も確認してみたいと思います。まず断熱塗装塗ってあるところはですね、まあ、裏側も40度ぐらいというところで、まあ、断熱して熱の動きがないということに間違いないようですね。はい。で、今度は、ソーラーパネル裏側ですね。はい。だいたい同じような温度ですかね。2度ほど低いくらいですが、おそらく誤差かと思われます。まあ、こんな形でですね、まあ、中も外もしっかりと断熱されています。で、ワコーエコシールドの方はですね、実際は内側にも塗布できるということですので、まあ、内側に塗るとですね、まあ、結露対策とか、そういったところにも効くんじゃないかなと思います。はい、そうですね。ここもですね、ちょっと半分ぐらい実は、3分の1ぐらいですかね、ソーラーパネル来ちゃってるので、ソーラーパネルがあるところは、やはり裏側から塗るとですね、裏側に塗ることで断熱ができるような気がしますので、まだ今は塗ってないんですが、この後、裏側を塗っていく、裏側というか内装ですね、室内側を塗っていって、さらにどうなるかとか、まあ、テストのためにですね、屋根にしか塗ってないんですけども、まあ、効果あると分かりましたので、内装全面に塗ってみたらどうなるかというところを検証したいと思います。ちょっとこの木目調のですね、デザインとか個人的には気に入ってるんですけども、まあ、上側からですね、変わらず有効ボードさせばですね、そんな変わらないと思いますし、ある程度検証終わったらですね、断熱効果、遮熱みたいな効果もあるようなんですけども、遮熱の効果は残念ながら期待できないかもしれませんが、上からですね、宝塗料さんのような、塗料で塗ることで、断熱とデザインの両立みたいなことができたらいいなと思っています。はい、以上ですね、遮断熱塗装の効果のレポートでした。